さて、おはようございます。今日はですね、最終日なんですが、今日はですね、もう空港に行っても帰るだけなので、はい、もう今からですね、チェックアウトしてタクシー拾って空港の方に向かいたいと思います。で、電車使ってもいいんですが、空港の電車の駅から T3 までなんかね、結構意外と時間かかるんで、まあ、今日はね、このままタクシーでターミナル3に向かいたいと思います。あの白い車ですよ。ですね、ここインドネシアジャカルタのですね、スカルノハッタ国際空港の方に、ね、到着いたしました。タクシーでね、1時間ぐらいですかね、ここまで、まあ、市内の渋滞ですかなりひどかったので、それがかかりましたと。あのグラブでね、タクシー、まあ、呼んだんですが、いやー、ポンコツ車でしたね。まあ、運転荒い。あとね、久しぶりマニュアルだったんですけどね、多分ね、最近の若い人って多分知らないかもしれないですけどね、あの回転速度ギアがまったがってなってですね、もうすっごいギクシャクしてて、まず腰が痛い、それとえげつないくしゃみがすごい、蛇行運転、あとね、多分ね、20年落ちぐらいの車だと思うんですよね。あれも20年落ちっていうか20年ぐらい経ってる車だと思うんですけど、深くサスペンション下手っていう、ピョコピョコするということでね、拷問のような1時間でございました。で、ただいまの時刻はですね、8時22分でございます。で、僕がね、今日乗る飛行機なんですけど、13時なんですね。だから10時ぐらいに来れば全然間に合ったら間に合ったんですけど、まあ、平日ということもあるの で朝ということもあって、ちょっと早めに出ました。あと、まあ、市内の方に行ってもあんまやることもなかったので、の空港の方に早めに到着したという感じですね。今日はですね、ここスカルノハッタ国際空港からですね、一旦ですね、タイ航空を使いまして、スワンナプーム国際空港、タイのですね、スワンナプーム国際空港の方に向かいまして、でその後ですね、スワンナプームから、一路東京羽田空港の方に向かいたいと思っております。で、まだね、チェックインとか全然できないと思いますが、もう外にいると暑いので中に入りたいと思います。で、ここはもうゲートに、スターラが固まってるとこなんですかね。で、タクシーのおっちゃんにも最高空やねーっていうことで、あのこちらの方までつけていただきました。この空港でかいよね、綺麗だけど。なるほど、荷物チェックね。はい、はい、無事ね、通りましたということで、私が乗るのがこの TC434 ですね。チェックインが B21 か B26 ですね。もうできんのかな。じゃあ行っちゃいましょうか。 B21B どこだ。 B あれ A でしょ、 C でしょ、なぜ B がない。 B 目の前っすね。はい、 B の21、あ、26、はい、これが B の1から13、2の21ってことだろう。なんか難しいですね。で、こっちでね、多分ね、2の21とかね、そうでしょう。あ、なるほど。はい、まあ、見ての通り、まだまだ全然始まっておりませんので、
まあそうだな、ちょっと空港見学はもう初日に実はしちゃってるんであれなんですけども、まあそうね、ちょっと館内フラフラしてみましょうか。時間もたくさんありますし、それとあとそうだな、コーヒー飲みたいっすね。確かペッパーランチとかもあったんだよね、このフロアね。なんか日系の会社もあるし、腹減ったからなんか朝飯でも食べるか。でラウンジ多分この中にあると思うんで、ラウンジではお昼ご飯になるのかな。で飛行機の中で飯食べて、それでまあスワンナプームに行くような形になるのかなと思います。そうだそうだ、初日に来たマネーチェンジャー、ここだ。あ、もう3日前か。なんかあっという間の滞在だったな、今思うと。いや、ここ探すの大変だったんだよな。ここにもあります、丸亀製麺って言った方がいいのかな、日本的な言い方すると。もうあれだね、もうインドネシアで大人気だね、丸亀うどんね。来たー、吉野家。吉野家もあるね、インドネシアに。まあ食べませんけどね。これが約900円の朝食でございます。はい、ただいまですね、10時15分ぐらい前かな、今。ひょっとしたらもうチェックインやってるっぽいかな。あ、やってるな、やってるやってる。じゃあこちらね、僕スターラゴールド持ってますので、こちらから入りたいと思います。And can I have some lounge at the Suvarnabhumi International Airport? Yes. Yes. Okay. Thank you. こちらの方ですね。チェックインの方完了いたしました。すげえ空いてるな。で一応ですね、こちらのラウンジですかね。サーフリープレミアムプラザプレミアムラウンジかが一応使えます。であとスワンナプームでも使えますかねって聞いてみたら、あのラウンジはい使えますよってことだったんで、今日ね、トランジットの時間が、ね、6時間ぐらいありますので、ラウンジ使えないというのは致命傷なんですよね。なんだっけ、黒いとプライオリティパスかなもう持ってるんで、一応ラウンジどっか使えるとは思うんですけど、まあ、やっぱね、航空会社の、ね、ラウンジはなかなか設備もいいので、できればそっち使いたいと思っておりますので、一安心でございます。じゃあぼちぼちね、もう3時間前なんですけども、もう入りたいと思います。なんか向こうの方にあったのはなんかドメスティックなんちゃらって書いてあったんで、国内線だと思うんですよね。ここをまっすぐ行ってインターナショナルデパーチャーズに行けばいいのかな。でこっちがドメスティックデパーチャーズだから向こうですね。ああここか。素敵な笑顔だな。まあそこだとしたら、わー、彼ら今から日本に行って日本語の勉強するそうです。いいですね、なんか素直で可愛らしい若者たちでして、ちょっと話していたんですけど、いいね、こういうところでああいういい日本が見れて、おじさんは嬉しいです。ああいう子たちがひょっとしたら未来の日本で背負ってくれるかもしれないからね。俺はね、期待せざるを得ません。インターナショナルデパーチャーここでございますので、早速入ってね、もうラウンジでゆっくりしたいと思います。ですね、出国してまいりました。荷物検査なかなかね戦いでしたね。なんかみんなすげえ抜いてくんですよ、なんか並んでると。そういう時はね、強気でね、前にガリガリ行かないとね、いつまでたってはいけないので、これしょうがないんですよ。そういう時はね、日本人を忘れた方がいいかもしれないですね。謙虚なところというよりも前に行く力のが大事だと思った瞬間でしたね。何人脱がされたんだろう、いきなり5人ぐらいにドア先って言われて、なんかこの辺の細い路地っていうの、道っていうのとかふわー行かれてね、えダメだよねそれね。
まあ、ということでいろいろ吸ったものがありましたが、はい、でラウンジどこだ、ラウンジを探そう。あ、ちなみにあの中はこんな感じです。すごいね、綺麗ですね。なんかブランド品も入ってるし、趣味はやっぱどこでも入ってるね。なんか映画の作成とかしても全然いいぐらいのレベルの綺麗さですね。目の前にね、飛行機ドーンと見えるんで、これめちゃくちゃいいんじゃないですか、飛行機好きな人。さて問題はラウンジですね。ラウンジはどこだろう。あ、excuse me sir, I'm looking for the lounge. Near gate 7 and 8. Yes. Okay, thanks. お、まっすぐ行って左手って言われたんで、ちょっと行ってみたいと思います。やっぱラウンジとか使えるとね、お金節約できますからね。水代やら、やるコーヒー代やら、意外と金かかるからね、待ち時間。あ、ここはひょっとしたらこの辺つってたんだ。ラウンジ分かりました。いろいろ一つで聞きましたけど、ちょっと距離が足りなかったですね。地図上だったら7と8の間って書いてあったんだけど、なんか7の先でしたね。ちょうどなんだ、6番頂上口と、あとあそこ7番ですね、7番のちょうど間ぐらいですね。じゃあ入りましょうかね。もうね、落ち着いてていい感じのラウンジですね。そんなに混んでもないし、あー、こりゃいいね。ラウンジはお茶に、あ、よくあるのありだ、オレンジジュース、レモン水、アップルジュース、コーラ、スプライト、シュウェックス、その他のものって感じかな。あ、頼めるのね。はいはい、ラウンジの方に到着いたしました。今の時刻が10時半ぐらいでございます。搭乗時刻の予定が12時ですね。ここから歩いて30秒ぐらいのところなのでね、結構ギリギリまでね、入れるんじゃないかなと思います。ということで、はい、ちょっとゆっくりしたいと思います。これが最後のインドネシアの飯になるな。いやね、インドネシアね、マジ飯は抜群にうまいっすね。マジでうめえよ。頼んでよかった、これうまい。うまいのか、味が全く想像できないな。じゃあこれいきます。あ、うまい、うまい。はい、ただいまラウンジから出てまいりました。なかなかね、落ち着いてていいラウンジでしたね。